そのシルエットを見ると、今でも心が震えます。7月7日には、みんなでお祝いしたいと思います。あの特別な日から9ヶ月が経ちました。私たちは何か特別なものを感じました。そして、その日から何かが始まったような気がします。毎月のように、7日がやってきて、私たちは再びその感動を味わいます。 その日の出来事は今でも心に鮮明に残っています。あの日、夏の日差しの中、緑豊かな木々が風にそよぎ、小鳥たちが歌い、私たちは喜びに包まれました。その日、平野翔と神宮寺勇太たが私たちの前に現れ、彼らの笑顔が私たちを温かく迎えました。その瞬間、私たちは再び幸せを感じました。 私たちはその感動を何度も思い出し、何度も味わいました。暗いトンネルを抜け出し、二人の笑顔に出会った瞬間、私たちは自由を感じ、再び自分自身を見つけました。その日から私たちはたくさんの幸せを受け取り、日々を豊かに過ごすことができました。しかし、その感謝の気持ちを言葉にすることはできません。この日は、 私たちにとって特別な日です。そして、その日からたくさんの幸せをもたらしてくれました。私たちは何度もこの瞬間を思い出し、その感動を再び味わいます。そして、その感謝の気持ちを伝えたいと思います。7月7日、私たちは再びお祝いします。この日は、私たちにとって特別な日です。 私たちはその日を心から楽しみにしています。そしてその日に何が起こるかを想像するだけで心が躍ります。今週もまた私たちは新たな喜びを見つけることができるでしょう。そして私たちはその喜びを分かち合い一緒に祝いたいと思います。この日から私たちはたくさんの幸せをもらいそれを大切にしていきたいと思います。 その感動的な旅はまだ終わっていません。私たちはこれからも新たな景色を見つけ、新たな喜びを見つけるでしょう。そして、その喜びを分かち合い、一緒に楽しむことができるでしょう。これからも私たちは一緒に歩み続け、新たな幸せを見つけていきたいと思います。そして、私たちはこの旅を忘れることはありません。 あの日の感動を、その喜びを、私たちはいつまでも心に刻み続けるでしょう。そして、その感謝の気持ちを忘れることはありません。あの日からの旅は、私たちにとって特別なものとなり、私たちはそれを大切にしていきたいと思います。その感動的な旅を共に歩んでいくことで、私たちは新たな喜びを見つけ、その感謝の気持ちを忘れることはありません。 そして、私たちはいつまでもこの旅を忘れることはありません。これからも、私たちは一緒に幸せを分かち合い、その感謝の気持ちを忘れることはありません。あの日から9ヶ月が経ちました。7月7日、私たちは再び一緒にいた。帰ってきてくれてありがとう。あなたは約束通り、美しい景色を見せてくれてありがとう。 毎日に彩りを与えてくれてありがとう。9ヶ月前の出来事は私たちを感動させます。その日からたくさんの感情が湧き上がります。思い出すだけで涙が出ます。これからもずっと忘れられません。それは当然のことです。今日も再び一緒にいました。感動と感謝の涙が流れました。暗いトンネルを抜け出した瞬間、 私は二人の笑顔を見て、心からお帰りなさい。と言いたくなりました。その日を決して忘れません。私も同じく感動しました。二人が現れた瞬間、鳥肌が立ちました。いつも感謝しています。やっぱり、あの日を思い出すと、感謝の気持ちでいっぱいになります。幸せをありがとう。 9ヶ月前からずっと幸せをもらっています。あなたが迎えに来てくれて本当にありがとう。私もまた一緒に見に行こう。7月7日、私たちはお祝いしたいと思います。あの日からたくさんの幸せと楽しみをもらっています。いろいろな景色を見せてくれて本当に贅沢だと思います。毎月7日が特別です。 その日を思い出すと、今でも嬉しくて泣きそうになります。あなたが帰ってきてくれたことに、本当に感謝しています。あの日は大切です。今日もまた感動して泣きました。戻ってきてくれた感動が蘇りました。ありがとう、伝わってますよね。あの日からたくさんの幸せをもらっています。私も何度も見返します。 今週も楽しみがいっぱいです。記念日はお祝いしましょう。あの日、感動しましたよね。その日からたくさんの幸せをもらっています。感謝しています。今週も幸せが続きますように。記念日は盛り上がりますね。あの日があったから、今日の幸せがあります。そして、私たちの出会いがあります。 あの日のことは忘れません。あの日に帰ってきてくれたから、今毎日が幸せなんです。あなたの笑顔を見た感動は、他に変え難いものです。ありがとう、いろんな意味で。